の金太郎衣装を借りて、なぜか登場しました双子のお兄ちゃん、紫のクマ、あつかま様です。よろしくお願いします。昨日はコアクマさんのテーマソングを2人で踊ったんですけど、お江戸にはたくさんの遊戯があるということで、今日はコアクマちゃんの絵描き歌という歌が実はあります。その歌に合わせて、コアクマさんとアクマさんには似顔絵を描いてもらおうかなというふうには思ってます。コアクマの絵描き歌に合わせて、アクマさん合わせて描くんだよ。そう、自分の顔じゃないよ。コアクマの絵描き歌に合わせて、コアちゃんの顔を可愛く描いてくださいね。ではちょっとコイタマンさんの方よろしくお願いします。はい、じゃあコアちゃんたち後ろ見て。あ、もうちょっと離れてくれても大丈夫。はい、はいはい、じゃあペンを持って、ちょっと小刀預かります。このペンで音楽に合わせて、おばあちゃんの絵描き歌の、はい、を描いてもらいたいと思います。準備はいいですか？いい。あくまさんもいいですか？かわいい妹さんの顔ね、イメージしていいね。ではお江戸遊戯、初めてやりたいと思います。コアクマだ。まあまあ、はい、ではお江戸の遊戯を始めたいと思います。コアクマの絵描き歌、音楽よろしくお願いします。北海道から来ました、コアクマと金太郎でした。どうも
お怪盗からコアスマ悪魔様でした。さあ続いては